こんにちは、ナビゲーターのアンナと助手のストライナーです。ネザーで古代の瓦礫を探す時など地中を掘り進んでいる時に突然のマグマ、ネザーあるあるですね。おまけにネザーのマグマはオーバーワールドの水と同じように流れるスピードが速く、広がる範囲も水と同じです。そんな突然の流れ出るマグマ、急いで手持ちのいらないブロックに切り替えて塞ぐ方法もありますが、操作に慣れていないと突然のことにうまく切り替えられない時もありますよね。特に東道版ではオフハンドに持てるアイテムが限られているのでなおさら、そんな時におすすめしたいのがこの方法、足元のブロックを掘るです。マグマなどの液体は低いところに流れていく習性があるので、足元のブロックを1マスでも掘ってしまえばマグマはその穴に流れ込んでしまい、プレイヤーにはもう向かってきません。アイテムを持ち帰る必要もないのでスピーディーに対応できます。流れを変えてしまえば一安心。あとは塞ぐなりバケツで回収するなり落ち着いて対処できますね。古代の瓦礫を探している段階ならきっとダイヤモンドのツルハシを使っていることが多いと思うので、足元の穴もすぐに掘ることができますね。すぐ実践できるテクニックなのでぜひ使ってみてくださいね。今回のこのテクニックはトゲトゲさんのこちらの動画を参考にさせていただきました。古代の残骸を探すのにとても有益な情報ばかりなので、ぜひ皆さんもご視聴してみてはいかがでしょうか。それでは今回のご視聴誠にありがとうございました。